はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。モダンホライズンワンボックス購入記念的な動画。見切り発車するよね、いつも通り。まあ、何がしたいかっつうと、タイトルコールに盛り込んでない。あ、ごめんね、揺れた。ですね、まあ、モダンホライズンね、私ね、久しぶりですよ。あ、いや、久しぶりかな。でも、そう、ギャザを、ね、マジック・ザ・ギャザリングのボックス購入って基本してあんましないんですよ。でも、なんでかんだで、ね、パックをアホみたいに買って、あ、それがワンボックス以上超えてることは多々あるんですけど、てか、絶対ワンボ買った方が、シンバレアとかちゃんと弾けただろうみたいな、そういうのはいつもやってるんですけど、まあ、最近でも言うほど買ってないのかな。逃走対戦とかは、もっと買ってもよかったかもしれないですけどね。ちょっと財力的な話とかいろいろありましてね。先日ね、無事に、モダンホライズンね、すごい悩んで、結構ね、とあるお店さんで買わせていただいたんですけど、最初ね、日本、送料の関係で、なんだ？英語版が欲しかったんだけど、英語版だと送料かかって、だったら日本語版買うか、みたいな感じで、最初日本語版買ったんですけど、ちょっとね、ご迷惑をおかけしちゃいましたね。本来キャンセルは予約販売のキャンセルできないんですけど、ちょっと英語版ってやっぱ変えてほしいですって懇願して、無理やりではないですけど、まあ、交換処理ではないんですけどね。実際ただ日本語版キャンセル処理して、ちょっと今回英語版買わせていただきたいんですって言って、ね、特例というか特別にね、やっていただきました。ありがとうございました。申し訳ございませんでした。というわけで、あ、そうそう、あとでこれね、これ前回の動画で名前全く出なかったんですけど、ハートのスリバーね。ハートのスリバー。いいですよね。これね、サイン入りなんですよ、これ。映ってる、これ。映ってるかな。じゃあこれをね、台紙にしながら まあちゃんとカバーかけてるからね。直接じゃないんでね。というわけで、早速なんですけど、で、今日は全然趣旨説明してないわ。なんかしょうもない話いっぱいしちゃったんだけど、とりあえず私が持ってるスリバーカードのカード整理しようかなと思って。ただね、絶対なんか足んない。絶対足んない。とりあえずここにワンボックスあるじゃないですか。ワンボックスっていうかワンストレージ。これ丸々スリバー関連のやつ。スリバー関連のカードと、あとは私、スリバーズっていう構築デッキっていうかテーマデッキがあったと思うんですよね。そのスリバーズを、買った時に入ってたカードも全部一緒にしてるはずなんですよ。はずなんですけど、なので、とりあえずね、見ていきましょうか。あ、この辺にすれば、はるか前に買って、もう曲がってる。曲がってる。ペラペラになってるけど、この辺のね、ホイール、スリバーのホイール。スリバーフルホイールやりたいなと思ってて、ある意味贅沢なんですけど、あ、この辺がそうですね、スリバーズに入ってる、高等ガーメツ、旗印とか、ワイルドペアとかね、この辺も一応一緒にしてます。まあ、ちょっと何枚ぐらい持ってんのかな、みたいなね。でもね、多分絶対なんか足んない。で、探したんですけどね、押し入れ久しぶりに開けて 探したんですけど、なくて、この辺どうしようかな。そうだからね、私、スリバーの、まあ、スリバー好きすぎて、スリバーの EDH とか作ってたんですよ。友人に許してもらって170枚ぐらいのスリバーデッキとかね、作ってたんですけど、まあ強いか弱いか置いといてね、スリバー全紙ぶち込むみたいなやつやって、それをフルホイールにしたいななんて思ってやってたんですけど、ね、まだできてないです。てか、でもなんかフルホイールにしたらそれはそれだよね。てか、そもそもだけどスリバークイーンとかホイールないですよね。というわけで、これがしかもね、ちょっと見切りましたよね。本当は、これデッキのあれなんですよね。崩し、ちょっとね、抜いてから始めりゃよかったなって めっちゃ思うんだけどね この辺はもう重ねましょう。ただいたい裸で取り扱うのも嫌なんですよね。てか、なんだかもうね、スリバーのカードが、まあ、今回のモダンホライズンのおかげなんですかね、高くなりましたね。さっき言ったスリバークイーンなんて、今、1万円ぐらいになったかな めちゃめちゃ高くなっちゃったね。てか、軍団とか、そう、総司ですら高いですよね、今。総司がいくらすんの？今、2000円ぐらいすんの、これ。前、ね、5、600円の時に買っときゃよかったなってめっちゃ思ってて、しかも私、総司は4枚揃う、かっこいいから、てか安いし4枚揃えちゃおうと思ってたのに、ずっとそれを悶々と、てかいろいろ経済状況とかあって、できてなくて、結局今多分1枚しか持ってないですよ。で、軍団も、そう、レディオンも1枚しか持ってないの。いや、レディオンも安い時に買っときゃよかった。多分これ確かね、1000、1500円とか2000円で買ったの。今いくらするの？5、6000円するんだっけ？高いよ。高いよ。
高くなる前に買っときゃよかった。ほんとそういうとこ。ね。で、私大好き調和スリーバー。サイドなんだよね。あと私大好きシャドウスリーバー。シャドウを与える。これね、いいっすよね。飛行で止められる、ジャーシャドウだみたいなね。うん。フィニッシャーです。私大好き、ボショスリーバー。これもね、好きでね、よくやってましたね、ボショね。だから私が最強と押す粘土スリーバーね。粘土スリーバーロックは私最強にすると思ってます。これ映ってんの？てか待って、これ全然紹介してないじゃん。あとそう、前回名前出なかった水晶スリーバーね。皮膚を与える。うん。クリスターラインスリーバーでいいのかな。うん。ね。では、あとに、割に私が本当にある意味大好き、保証スリーバー。単純にもう警戒を与えられるだけでめちゃくちゃ強いっていうね。だから本当、こう、結構単純に警戒と、なんだ再生か。警戒再生コンボとかね。結構単純だけが好きです。うん。結構、だから、なんか、割と、コンスタントに盤面固めるタイプだよね。うん。一番のスリーバーを置いて、これ、アクセスリーバーね。うん。毒ね。で、あと、マナミとか、方角スリーバーで、マナキープして、で、あとは、早めに、まあ、なんだ、装置とか立たしたりとか、まあ、結構、だから、まあ、あとは、なんか、起伏と、ね、再生とかはアンチシナジーなんだけど、まあ、どっちかできたらいいな、みたいな感じでね。起伏とかで守って、やっぱり、つけて、で、マナなら、ね、数並べて、最終的にレディオンでドーン、みたいな。うん。で、ハートスリーバーね。今回、ハートスリーバーいらなくなるかもね。マナーミ入ってれば、新しい名前忘れちゃったけど。うん。私、進化の名前あんま知らないんだよな。うん。なんだっけ、残雲スリーバーでしたっけ。飛行と速攻を得るやつね。2マナで。まあ、ただ、2色、多色だからね、あれね。うん。私大好き、ディスタントメロディー。いいですよね。ディスタントメロディーは熱いっすよね。結構、今回の、初祖スリーバーから、唱えられる可能性があるからね。それはそれで熱いよね。あと、まあ、私が一応、数並べたかったんで、ディスタントメロディーと暴走の扇動とかで、これはして、この辺はちょっとあれだな、関係ないな。まあ、関係なくはないけどね、ミクロモシ。うん。ミナリルチコラー。で、そう、マナスリバーと相性最強のミナリルチ活力ね。これね、最強に。これ好きですね。数並べてドーンってやるやつね。うん。めっちゃ好きです。で、なんか全然趣旨が変わってる。スリバーデッキの紹介みたいになってるから。いやそう、今、スリーバーの相撲高くなりましたよね。うん、驚きの値段になってますけど、マナの合流点、必要プラス。で、魂の洞窟がどっか行っちゃったな。魂の洞窟どっか行った？うん。いろんなもんがどっか行ってるな。うん。まあ、その辺は後で発掘しましょう。うん。裏でやりましょう。あ、だとそうだ、土地もね、この、私好きなんですよ、このスリーバーズに入ってた土地ね。うん、スリーバーマークのやつ。ダイスも私、スリーバーのダイス使ってます。いいですよね。でスリーバーの差はね、4枚だけかな。多分これ以上買わなかったんだけど。もうなんかもう1セット買うか悩んだけど、確か結局4枚しか買わなかったんですよ。うん。で、大王。散らかったな。なんかもうどれが何枚あるとかって、まとめるのが大変だな。本当はね、ちゃんと結構編集とか入れて、なんかコレクター、スリーバーコレクター的な動画作ろうと思ったんだけどね。まあちょっと余力がないんで、その辺は。ちゃんとね、枚数何枚持ってるって、現時点、今日が2019年6月12日なんですけど、その時点で何枚持ってるか、みたいなやつをね、やっていこうなんて思ったんですけど、ちょっとやれそうにないので、まあ、とりあえずです。とりあえずね。うん。クイーン、あ、そう、このデッキはクイーン入んないからね。まあ、クイーンはね、コンボデッキですよね。無限コンボやるときのコンボデッキ用意に。で、問題はね、ここに何が入ってるかなんだよね。知らないんだ。ちょっとだけ見たんだけど。あ、土地ですね。このやっぱスリーバーズの土地は、いいですね。これフルホイールですかね。あとこのビビットクリークとかもね。うん。ありますけども。なんなら結構古代の戦闘、エンシェントジグラット、結構高いんですよね。今なんだかんだ高いですね、このカード。なんか見たら1500円とか2000円くらい出したんだよね。マジみたいな。いっぱい持ってますよ。いっぱい持ってます。うん。めっちゃホイールやっぱ、反るね。なんかちゃんとしたやつに入れとかないと反りますね。反っちゃうね。うん。めっちゃ反って。そう、あとファイリングもしようと思ってずっとやってなかったんです。だからスリーバーのカードね、全部一回ね、ファイリングしようなんて思ってたんですよ。ファイリング、今言えなかったけど。
うん、ああ懐かしいですね。なんだっけ、忘れちゃった。ルートバウンドクラック。なんだっけ、日本語名忘れちゃった。うん。これそうでもないんだけどね、そんなに高くないカードね。うん。あ、土地ですね。土地があって、土地はいいんだよ。土地じゃないんだ、私が見たいのは。うん。これでも色分けしたのかな。ああ、鎧スリーバー。ああ、まあスリーバー。で、一応ね、そう、スリーバーデッキ作るわ。っていうか、スリーバー EDH 作りたかったから、全種類スリーバー買いに行ったんですよ。懐かしいですね。立川だっけ？うん。立川のいろんなお店をね、友人たちと巡って、みんながいろんなの買ってる中、私は、スリーバーのカードをひたすらファイルとかで見て、結構ね、お店によって値段がまちまちで、でも、なんかすごい安い店があって、そこでいっぱい買わせてもらったんですよね。うん、まあ今は絶対値段上がってるだろうけど。ベンセールのスリーバー。で、この一応スリーバーコンストラクトとかね。うん。これいっぱい持ってるんだろうな、スリーバー構築物。まあ全部使わないんですけどね。うん。で、スリーバースミス。スリーバーカシ。メタリックスリーバー。昔のアーティファクトの色いいっすよね。結構好きですよ。この茶色っていうかね。うん。これがスリーバーやつ。ハイブストリングス。巣の活性化。なんか色違うね。うん。まあ一応、まあ多分種別ごとになってそうですけどね。これね。多分ね、やってはあるんだろうな。とは思うんですけど。ここは多分まとまってそうだよね。あ、これ好きですね。このカード。ね、拡散スリバー、いいカードですよね。だから拡散スリバーと推奨スリバーね、どこを入れるか。わ、本体の温度がもう上がってる。マジで？もう夏だからか。夏だから、ちょっと巻きでいきますね。何枚あるかとかって、ドアキスリバー。これも警戒持つけど、警戒持つならもうどう考えてもこれなんだよねっていうね。まあ、色とかの話もあるけどね。だから結構、同じ、実はね、結構、あ、でも違うんですよね。これは全てのスリバーなんで、まあ、同じテキストだけど違うっていうね。うん。あなたのコントロールスリバーってのがあるよね。催眠スリバー。陰影スリバーね。あ、 あんま持ってないな。本当かな。多分いっぱい持つはずなんだけどな。変容スリバー。スリバー以外にブロックされない。これも強いんですけどね。うん。でもシャドウ3マナ、4マナより3マナでいいんじゃないみたいな。ぶっちゃけシャドウで基本的にブロックされないからね。うん。あ、で、これね。ピダルケンの霊気魔導士ね。これは、なんだっけ、ああ、そうそうそう、テキストにね、スリバーを手札に戻すギミックとして、一時期使ってたんですよね。こいつ自体スリバーではないんだけど、みたいなね。うん。横ばいスリバー。そこでも、1マナスリバーはね、結構ピックしてたんですよね。やっぱり、マナミとのシナジーというかね。あとね、束縛スリバー、誤報スリバー。あれ、なんか少ないな。絶対こんな少なくないと思うけどね。どっかに混ざってるのかな。結成スリーバーですね。監視スリーバー。シップスリーバー。うん。あー、だね、なんだっけ。交代スリーバーか。スチールフォームスリーバー。羽軸スリーバー。タロンスリーバーですね。この辺ってもう英語しかないんだっけ。わかんない。で、私大好き。警戒の保証スリーバーですね。うん。センチネルスリーバー。いっぱいありますね。うん。でも多分、いや、多分、なんだろう、これこんなもんじゃないぞ。結構ね、買ってたというか、あのね、いや、絶対足んないな。どっかにあるぞ。どこにあるんだ。え、待って、これ絶対足んない。うん、見切り発車だったな。こんなもんじゃないっす、私のスリーバーコレクション。戦闘スリーバー。いや、絶対少ない。そう、よく考えたら、あれちょっと待ってね。あれ待って待って、言うぞ。これ、ちょっとあれだな。今回ちょっと本当うん。スリーバーコレクションっていうか、なんだろう、スリーバーのファイリング、うん。とかやってこうかなみたいな導入にしようかな。うん。ちょっとね、明らかに少ない。明らかに少ないな。先生スリーバー。だってほら、こいつの、これ、あれなんですよ。スリーバーズに入ってんすよ。これのホイール、ホイール。ウィングドスリーバー。1枚しかないわけない。うん。絶対足んない。規制スリーバー。待って、どこにあるんだ？あれ、なんか一通り見たんだけどなぁ。あれ、どこにあるんだろう。私がまだ探してないとこあんのか？押し入れ以外、ないと思ってたんだけどなぁ。あれ？直スリーバー。うん。
そうだから EDH のデッキみたいのが名残がどっかにあったはずなんですけど、それを探してたんですけど見つからなくて、怖い。それとももうファイリングしてたのかな、私さ、アクセスリバー、うん、アクセスリバーもホイールのやついっぱいあるもんね。うん、届くスリバー、いやこのスリバーだ、マインドラッシュスリバー、いやー多分この辺も多分何枚かあるぞ、消えてスリバー、だからこんな少ないわけない、魂の夢中スリバー、ちょっと少ないですね、というか絶対足りない、絶対数が足りない。てかホイールどこ行った、あ、ホイールは別で分けてるのかな。劇場スリバー、ちょっと待って、まだわからない。ランドスリバー、いやでも明らかに足りないですね。ダンコスリバー各4枚押さえてないとこもあるんですけど、うん、相当スリバー、まあ使うとかもだから単純にコレクションというか、こいつ使わねえだろっていうとこは、アフェムスリバー1位と収まってましたね。うん、ブトスリバー、いやー多分ね、押さえてるとこは押さえてるんですけどね。私気になります。ホーンドスリバー、リラックススリバー、リラックス、リフレックスかリラックスって反射スリバーだもんね。うん、これも4マナで速攻とかだからね。まあ色によってってのもあるんだけどね、まあ、私でも基本前職でスリバーいつも組むんで、メイドスリバー、まあ前職サポートの土地とかもいっぱいありますからね。うん、あ、呪魂スリバー、いつ使ってましたね、打ち消されない。まあでもね、魂の洞窟あるからね、まあ別にってとこもありますよね。まあもちろん重要ですけどね、魂の洞窟も結局そこの引き出したカードしか対応できないから。お、スリーバー入ってるよ、毒素スリーバー、なんか毒素スリーバー結構値段ついてるよね、そういえば。だからかな、うん、休館、あ、結構好きですね、ハンコン。これでね、ひたすら火力上げて、旗印とでリオンで火力上げたりして、もうひたすらもう超絶ライフ得て負けねえみたいなね、やってました。あ、これイラストがスリーバーっぽいからですね、スタビライザー、うん、あ、私大好きね、デッキスリーバー好きですね。このカードめっちゃ好き。あの全体除去に対してカウンター持ってない時になんかできないかなと思って、まあ一応これがね、うん、ありなんじゃないかなみたいな。今回これあれなんですよね、やっぱ起伏があると多分使えなくて、そこを悩んでましたね。消費者スリーバー、ヒアートスリーバー、安心スリーバー、この名前好きです。安心スリーバー、安心するよね。私大好き、休眠スリーバー、これ好きですね。うん、この休眠スリーバーとこのね、熱狂スリーバーを組み合わせることによって超絶ドローができるっていうね。エシスリーバー、あ、このカードも一時期ドローズとして使ってました。乳白スリーバー、いいカードですよね。うん、酸性スリーバー、だからまあもうスリーバーだけでドロー組んじゃおうかなみたいな感じでね。うん、まあ、実際にあとね、対象になればいいから、まあ除去されるついでにとりあえずみたいな、ワンチャンみたいな感じだったんですよね。冬眠スリーバーいいカードですね。このカードもいいカードですね。もう手札に返せるっていう。うん。給食スリーバー。あれ？ちょっと待ってね。いろいろ足りないな、やっぱりな。うん。この辺があれか。あ、この辺がまだ整理されてないのかな？されてないからかな。あー、なんかぐっちゃぐちゃだ。あーら、ぐっちゃぐちゃだ。なるほど、ここにあるのかな。うん、こうやって見るとスリバーの種類すごいですね。あー、なるほど、ここ、あ、乾燥スリバーじゃないですか。高いですよね、このカード。まあ強いですからね、実際。確かこのカードね、4枚持ってないですよ、確か。あー、いる、裸裸だ。お高いカードが裸だ。スリーブぐらい入れようぜっていう。うん、あー、あとこのマナエコーズ、これ好きですね。これね、スリバーと相性抜群ですよね。うん、どうぞ。あ、この辺、あ、これだ、ここは EDH のパーツなんだ。オーバーロード、うん、ウルドの保育器、あ、この辺、そうですね、この辺があれだ。あ、じゃああるのかな。ただ整理整頓してないだけか。でもちょっとね、もうね、多分ね、スマホのが限界なんですよね。やっぱ新しいカメラちゃんと買おうかなと思うんですけどね、お金できたらね。うん、マスススリーバー、ん、 EDH だよな。でもなんか EDH じゃねえぞ、なんかあれだな。ああ、だいぶ私だし、マッスルと筋力でめちゃめちゃサイズアップするスリーバー。あ、いたいた。ああ、一応あんのかな。あ、これそんな名前ない、なんていうのこれ、破定期破定期でいいの。あ、そうそうそう、入ってんすよね、スリーバーになれるね。うん、いたね。あー、ちょっとこれあれだね、今度ちょっと裏でやります。あ、日本語版じゃないやつ。推奨
列変容読み方は違うけど、これもあれだね、多分日本語じゃないんだよね。日本語じゃなくて英語でもないんだろうね。うん、なんかちょっと違和感あるもんね。いいデザインだけど、ただなんかあれだよね、なんか結構なんか偽物みたいのもあるみたいでね、今ね。おろろ、うん、スリバークイーン、スリブ入れよ裸って、あんた、うん、あ、これなんだ、あ、この辺あれだ、この辺はなんか、EDH で使ってたやつだね。だいぶマナー出すやつ。この辺に魂の毒素あるのかな？なんか、とりあえず、土地入れてます、みたいな。うん。いろんな土地入れてます、っていう。あ、これ。怪獣。ディスエンチャント。これスリバーだよね。スリバーで合ってますかね。うん。いや、数少ない。縛ってたんですよね。イラストにスリバー映ってるとか、まあ、ハートストーンどうしてだっけな。あ、一応これはまあスリバーズに入ってるから OK みたいにしたんだっけ。うん。あの、入れてたな。侵入警報とか入れてたか。別にそこまで、相性いいカードだけは使ってたのかな。それ以外は入れないみたいな。うん。イントルードアラーム。いいカードですよね。あ、じゃあ一応全部ここにあるのかな。わかんないですね。ちょっと怪しいな。ちょっともうごめんなさい、全然整理できねえや。正直これはちょっと整理し終わってから動画出せばよかったかもしれないね。バラバラ。ああ、なるほど。ああ、そっか、EDH だったからね、ここら辺はね。EDH で多分使ったの。うん、統率者で。だからだね。うん。でも一応ね、全種類は持ってるんですよ。まあ、これからね、また増えるんですけど。だからまあ、一応ね、モダンホライズンね、ワンボックス、英語版ワンボックス買ったんですけど、ワンボでね、揃うかわかんないですよね。でも各1は出ると思うんだ。でも初祖セリバーがでも M だからね。神話レアなんで。そこが揃うかどうかが気になる。大爆風。これもいいカードだね。これもまあちょっと6マナ払うけど、まあとりあえず 全色出せるよみたいな。あ、トークンか。トークンね。セリバートークンも結構集めてまして。なんかセリバートークンのなんだっけな、ジャッジ報奨じゃなくて、なんかありましたよね。あれ持ってないんだよね、確か。あ、そういえば、ありますね。この辺多分ね、誰かが作ったやつかな。結構ね、かっこいいなと思って。まあ、ちょっとね、なかなか癖がありますけど。これのね、あ、違う、どっちかの、なんか、あれだ、英語版かなんかがあって、それ持ってないんだよね。これじゃないか、プロモはこっちか。これただのホイールか。これかな、この大神スリバーのプロモ、英語版のプロモとかあるんだよね。で、オーバーロード。狩猟はね、昔友人にもらったというのがあってね、持ってるんですけど。で、この辺なんかファイルじゃないね、なんかスリーブ入ってますけどね。でもこの辺、ただ、まあ、ホイールだからだけだよね。まあ一応スリバーズの構築のやつがフルホイールだったんで、多分そうですね。これホーミングフルで、このイラスト好きなんですよね。ホーミングスリバー。あ、じゃあこれホーミングね。これハンターだった。ハンタースリバーだ。ホーミングスリバーじゃねえ。ホーミングこっちだもんね。ハンタースリバーね。いや、スリバーもね、今ね、何でもできるようになりましたよね。何でもできるんで、いろんな楽しみ方ができるんじゃないかな。まあ、モダンで遊ぶか。まあ、私はやっぱレガシーで遊ぶのが好きですけどね。ただ一応、かなり種類増えるんで、スタンでもスリバー遊べるようになったかもわかんないですね。なんでまあ、いろいろデッキを作って楽しんでいこうかなと思うところですよね。はい。こんな独走。はい。ってわけで、あ、でもこれで全部かな。なんかでもちょっと少ない感じがするんですけど、まあ一応ですかね、かなり巻きで言ったけど、それとも24分か、結構なもんですね。ちょっとこれ後で整頓したバージョン上げますね。はい、じゃあそんなわけでお疲れ様でした。やっぱスリバーはいいぞってことでね。いやー、ちょっとね、ギャザの熱が戻ってきましたね、ふつふつとね。というわけでね、皆さんもね、よければ、素敵な MTG ライフを送ってください。ではでは、さようなら。